した体感は間違ってないです。でまた東京都心は今朝ね、次の信号は左方向です。で午後9時現在も東京都心気温が 28.6 度ありますので、このまま6日連続熱帯夜になりそうですね。湿度も高いですね。東京都心今 81% ですね。まあ、日中だけでなくこれ朝晩もね、熱中症に注意ですね。本当にあの体が休まることがタマナンバーないですね。どっから乗せてきたらしいんだけど、いい仕事やったな。でも明日は日差しが戻って新宿あたりか、うん、分かんないけど今日より高くなりそうです。タマナンバー新宿じゃダメだよね、うん、新宿じゃダメだよね。タマナンバー三鷹の輸入所なら大丈夫。南まで下がって都内で明日は広く高気圧に覆われそうです。ただ気温が上がって午後はおよそ5キロ先右側車線です。大きくなり大気の状態が不安定です。特に東北から関東北部にかけて局地的にどういう中なら吉祥寺とか三鷹なら大丈夫だ。不思議なんだけど、ね、たまたまじゃないことですよね。吉祥寺、三鷹でいくつのだから今営業がね、多摩ナンバーでも吉祥寺とかあの三鷹の車は都内入って営業できるんだ。そういうこと、うん、多摩ナンバーでね、うん、多摩ナンバーでも。では全国の明日の天気です。新宿さん、練馬ナンバーと思ったから、だからそれは一つのあれがあるんでしょう。だから役所の役所ね、うん、そういうことね。吉祥寺とか練馬の車、練馬吉祥寺とか三鷹の車でも新宿で営業していくことだ。そう、新宿ってか都内入ってもいいんですよ。新宿から客を送ってこっちから何も問題ないんだよ。そう、九州北部中心に昼過ぎから晴れそうです。普通の玉ナンバーは都内はダメなんだよ。宮崎など所々雨が降るでしょう。四国明け方まで雷雨のところがありそうです。関係高いだもんね。日中天気は回復へ向かいます。中国地方も昼前後から青空が戻るでしょう。最低気温九州四国25度から26度ほど、中国地方23度から24度ほど、平年並みでしょう。最高気温今日と同じ30度から33度くらいのところが多いでしょう。徳島で34度の予想。昔はだからこっからこっちに乗せてくるだろ、うん、帰りはしろっちゃいけなかったんだよな、うん、だけど今はしろってもいいらしいよ、うんうん、今は帰り頃はだけど、静岡ではにわか雨、だからそういうのは規制緩和になったんじゃないか。北陸、朝まで所々雨、晴れるのは福井で昼前で、中で試運車はダメなんだけど、うん、だからたまには帰る車の人ね、22度前後、北陸は22度から23度、福井より3度低いでしょう。最高気温、名古屋35度、平年より3度ほど高いでしょう。そこら辺は、わかんねえよ、北陸言ったって、わかんないね。この先左折専用レーンがあります。洗濯物などにわか雨に降らさないようお気をつけください。特に関東北部から一応あのなんだ見回ってるけどさ、いっぱい車が止まってるところでしょ、うん、見回ってるのは。最低気温関東20度、客待ちしてよ。だから21度から23度でしょう。こういう新宿あたりの道路で後ろ立ては気がつかない。あの終電逃してパラパラしてつぶれて分かりしねえよ、うん、え長野と新潟28度の予想です。東北北海道で東北大雨の峠は越えました。今降っている雨も朝までに一旦止むでしょう。しかし明日昼前後から夜明け頃にかけてまた雨雲や雷雲が湧いて短時間で局地的に繁華街の中でね、ああいう北海道今日より他の車と一緒に客待ちしたりしてるのこれはまずいけど、ところで叩く仲間からチクリが入っちゃうね。北海道は電車からずっと部外者が出て チクリよりもあれが回ったるってからタクシーのよ、うん、なんつうの組合の人っていうかなんだよくわかんないけど、そういう取り締まる人だよな。タクシー会社で作ってるんだろ、そういうのよくわかんないけど組合でインチキやんないようによ。
右側車線です。その毛虫が原因なのかもしれないですね。しっかり調べてもらっていいということですが、どこですか？およそ1キロ先、右側車線です。車線までやめれば必ず右側先を避けますので、まあ上下に入れば、あのその方のご主人が毛虫かどうかわかると思うので、いくらの切るかも行っていただければと思います。しっかり調べてください。そうですね、はい。40代男性です。僕は畑で農作業をする際に毎日虫を食って多くを体中につけるというのが、およそ 700m 先、右側車線です。体中が早く虫を食べるような虫を食べるようなね、虫に刺されてしまいます。虫刺されには虫を食べるようなだけでは効果がないんでしょう。およそ 300m 先、右側車線です。効果があるんですけども、あの範囲が少し十分じゃない。まもなく右側車線です。実は使用する量がなんかそうなのかもしれませんし、あと長時間労働しますと汗入れも出てきますので、ね、およそ1キロ先、斜め右方向です。もう一つね、汗を回復しますので、もう一つぐらいあの先が元に戻るといいかなと思います。これも出てくるってことは9時頃には終車するのか。関東地方で先週突風による被害が、本当普通の人と全く逆だ。13日に茨城県小田市で突風が発生した瞬間の映像が撮影されています。専門家は積乱雲から冷たい空気が地面に叩きつけるように吹き下ろす、ダウンバーストの音が下に当たり風や雨の強さを示す珍しい映像だとしています。6時頃
が歩くみたいです。小林教授は、関東平野の山沿いなどではダウンバーストが非常に多く、気象条件が揃えば大きな被害をもたらすような突風になってしまう。スマートフォンなどでレーダーの画像を確認し、発達した積乱雲が近づいている場合には、身を守る行動をすることが重要だと指摘しています。取締りポイントに注意してください。今日午後、羽田空港の沖合でクレジャーボートが燃え、乗っていた10人が救助されました。そのうち1人が軽い傷を負ったという。この先、左からの合流があります。詳しく調べることにしてください。海上保安庁によりますと、今日午後1時ごろ、羽田空港の沖合でエンジンから出火したクレジャーボートが燃えていると、その船に乗る人から通報があったということ。ということですが、付近を航行する2隻の民間の船舶が10人全員を救助しました。このうち1人が、この先左からの合流があります。巡視艇などが消火活動に当たりましたが、船はすでに沈没したということです。そういうのは船の人はみんなあれがいいな、だって航行していればすぐ助けるんだね。お互い様だからね。大雨注意報が新潟県の岩船地域、雷注意報が関東の自分たちもいつぞよ、分かんないもんな。伊豆諸島に助けないとね、それではどうなるか分かるからね。その簡単そうですからね。東京地方、船はね、逃げる場所がないからね。茨城県のそれぞれ広い範囲、伊豆諸島に濃霧注意報が途中に東京都に入りました。明日の予報です。クレジャーボート、モーターボート、エンジンから出火したってことは、経理が悪いんで。
方来たなと思ってね。だからさ、モデル電にも想像やってないんだろうけど、10人が経っても全く同じ車が買わないけど、買ったことな。いずれも住宅が浸水するなどの被害はありませんでしたが、およそ2キロ先、横浜方面です。11日の午前8時の、だってお父さん乗ってた時だって新車から乗ってるわけだね。市の職員が現場を確認したところ、池の水の大半が下流に流れ出していたという。住人どこの話じゃねえな。住人どこの話じゃねえな。だって、およそ1キロ先、横浜方面です。この先、左からの合流。若い人が乗ってて、乗りっぱなしで。新しいの入れて、でアベニュールを出して、そのお父さんそれお下がりに乗ってたんだもん。有罪が確定した俳優が出演しているという理由で映画に対する助成金が取り消されたのは不当だと制作会社が。アベニュールは1600だったけど、女優者と同じで作ったバンだから乗り心地良かったんだろ、簡単に言えば。この先、左からの合流があります。その他待ち伏せエリア注意してください。から新宿側とか寄るのか。東京駅か、あっちってところで。それなきゃお客ないもんな、行かなきゃ。新宿か東京駅か行かなきゃ。あの西浦のところにも夜結構うろうろしたけど、高速バス回ってよ。この先ホームで待ってるの、そっち向こうちょうど真正面だからよくわかんない。待合室なんかちっちゃな小屋でよ。川の側が増水しているところもあります。土砂災害、それから川の増水に警戒してください。
待ってる人がうろうろしてるのがいるからよ。やっぱり左方向、東名方面です。その先、首都高速中央環状線です。バーガーはあの松屋室の方からの車の入ってくる方に行っちゃうんだよな、うん、どういうわけだか知んないけど。来た来たって感じだろ。早く乗った感じだからな。だってバックして、それからだもん。車も来るんじゃねえと思うもんね。だからガードマンがでしょ。ガードマンが言うけどな、こういうで。いろいろいじってる人はいるけど、あの映察とかにしてる人はいないんだね。金かかるね。うん？相当金かかるからね。金かかるからか。でも、まるまる交換になっちゃうから。うん、そうそう。今回は高知県のトラックだからって乗る心地は悪いと思うよ。見てると板抜いてる人もいないもんな。うん、でも雑誌なんで売ってるよ。板抜きで書いてるから、はい、専門らしいよ。うん、板、音皿も抜いちゃうもん。板抜きですよ。一枚抜くと相当難しいよな。だから、ハイスの時、多分一枚抜くと、多分通じないよ。見ていく。あー、なるほどね。うん、乗ってる本人がどんどん全然分かってないかもしれないじゃん。ああ、可能性あるよ。昔のあれだけど、みんなあれなのか、そのあれ、要するに運転士同士の仲間のあれなのか、用語なのか。伊達君が多分通じると思うが、あれ多分結構トラックだけでもいいと思うね。え、こういう大型のトラックは1枚真下とか2枚真下とかってやってたんだけど、あのスプリングはよ、昔はほら風見するから、警察なんてねえからよ。やっぱり1枚足すとさ、沈み方が全然違うからね。体走ってる時はクッション悪いけどよ。
トラックはもう、クシは悪いな、当たり前だから。今は警察が多いからそういうのもないもんな。まあちょっと風見するような人は会社は部屋のちょっとあれを高めにするぐらいで、うん、設定をよ。標準よりも。実際に宿取ろうと思ったらなかなかこの辺り難しいはい。で旅行支援のクーポン2000円をゲットしました。そんなところでクーポンとか割引とか使ってらっしゃいますよ、ね、せっかくいただけるんでね、はい、いやものすごく計画的に生きてらっしゃる方と聞いたりとかして、実はここからが大変だったんです、はい、翌朝起きてみると窓の外は強い雨、台風はずっと遠方の海上にあるんですけど、あら飛行機の看板通ってから飛行機の荷物運んでるのか、次々と梅雨前線に送り込んでるんで、まあ、天気予報でも大雨が降り続くっていうことなんですね。この先左からの合流があります。スターズの小説に乗ろうとしたんですが運転は見合わせ中、注意してください。夕方には雨が降り降りたりそうなので、まあ駅中にですね、地域の物価を扱う商業施設の千葉産市場というのがあったんで、そこでクーポンを使って、まあ朝食にして、つまり品川を向くのを待つことにしました。赤いのくるくるやってからお巡りさんかと思ったらハイエースだったよ、黒い。どっかしらで工事やってんだね。どっかしらで、ね、大変なことだね。ただもうミシュランテーブルってベースのものからね、なかなかではならないので、でも朝のパンに比べると、ね、地元のものを、そう見ると、金かかんのもしょうがねえやな。金取られんのも、こうや人間とかになるかね。うん、紙みたいなビニールみたいな貼ってある。だから安全な安全確認ができないっていう。
運行が取りやめになりました。取り上げられてですね。ただ駅前から大きな駅のバスが出たというふうに取り上げられたんですね。修理じゃないんだよな。日本の保安基準に合ってるかどうかをチェックしてるんだよな。今合わせて持ってきてるみたいだけどね。右ハンドル作ってんだからよ。ないから珍しいんだろ。昔都電が走ってた頃はあちこちあったよ。駅弁を2つ購入しました。